2013年の目標は少しでもこう違う県に行ってライブができたらいいよねっていうのを、まあ、イベントもそうなんですけど、それをみんなで目標としてきて3回目ってことなんで、私も前回よりもさらにこうパワーアップして練習してみんな楽しかったと思ってもらえるようなかっこいいライブにしたいので、本当に何回も来たことある方も初めて来るって方も、もうバンドサウンド好きだったら誰もがもう一人でも楽しめるような、メンバーが全員男子なんですよ、の中に私がいるっていうのがなんかみんなの中でいいってなったらしくて、やっぱりバンドメンバーのおかげですごいかっこいいものになれて、ちょっとはミルキーバニーって、あこういうバンドサウンドでロックな感じなんだなって分かってもらえるきっかけになったのかなと思って、本当にいかに歌詞に感情を込めて歌うかっていうのをいつも意識して歌うんですけど、お泣きなさいと思って、はい、逆に普段のこう増若翼としてインタビューされたら絶対に言わないようなことをあえて歌詞だったら話せるとか、私の中でミルキーバニーの方が本当の素の増若翼さんに近いなとは思っていて、やっぱ最初は翼ちゃんは好きだけどミルキーバニーは興味がないとか、なんかファッションとかメイクが好きであって、で基本はまあ歌なんぞって思ってる子もやっぱたくさんいるわけで、何やってんのって、やっぱり雑誌よりも先に音楽やるのが夢だったので、その初っ端バーって行くっていうよりも、私はなんかじわじわちゃんと積み重ねていっていつか分かってもらえて、なんかバンドって素敵なんだなって思ってもらえたらいいなってどっかで思っていて、ストレス溜まったからライブ行ってみんなで集まろうかみたいなぐらいの感覚というか、そのぐらいなんかすごい大切なものなんですけど、なんか行きたいなとか、なんかあそこ行ったらまた元気になって明日頑張ろうって思えるなっていう場所になれたらいいなとは思います。